第3位。第3位は、はい、ドラえもん、のび太と、のび太の日本誕生。あー、これはね。これは面白い。これは、リメイクもされてます、シーンで。で、これリメ、その日本誕生に関しては、うんうん、まあ、メッセージもあるんやろうけど、うん、単純におもろい。もうほんまに。めっちゃ道具ワクワクすんねん。ストーリーが。ストーリーが。うん、ドラえもんの映画の、導入って、うん、夏休みみんなでどこ行くか、うん、でのび太怒られて家出するか、うん、で誰かのび太がスネ夫に自慢されて悔しいから、うん、俺も同じの欲しいでドラえもんに泣きつくかの3つやで、ほぼ。確かにのび太がどなって始まるもんね。そう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 、うん、ドラえもんって言ってテレレレレレってなるやん。そうなん、ほぼこれやね、うん、で日本誕生は、うん、まあ家出、はいはい、怒られてのび太家出すんね、うん、うん、でと同じ時期に、ジャイアン、スネ夫、静香ちゃんまで怒られて、はいはいはい、同じタイミングでみんな家ですんねん。ほんでなんかあれやん、いろんな土地行くけど結局誰かのものやから、うんうん、どこも行き場がないから、はいはい、タイムマシン乗ってもう原始時代行こうみたいな、うんうん、で始まるわけやんか、うんうん、でこれ道具さめっちゃワクワクせえへん、うん、なんかいろんなもん出すぎててちょっとわかんないんですけども、あのね、ご飯、はい、もうそこで済むから、はいはい、ご飯食べなあかんやん、はい、で植えんねん、はあはあ、畑作んねんか、はいはい、でスネ夫がなんかな、あの作物大臣だみたいな、いろいろ担当が分かれてる、ジャイアンは建設大臣みたいな、なんか楽々喋るみたいなんで、どんな方よプリンみたいに惚れるみたいな、はい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 、欲しいと思って俺それまあ、ここら辺はね、そうそう見てほしい、うん、ワクワクするやん、うん、でご飯な全部植えてすぐなるやん、うん、ほんで全部野菜みたいな丸い株みたいなのがなってて、でご飯だよっつってみんなでバーって食卓テーブルついたらその株丸々、うんうん、乗ってんねんな、はいはい、でああお腹すいたって伸びた、うん、あお腹すいたって、あこれご飯いただきますっつってそのまま食うねんか、うん、でみんな笑われんねん、うん、飲んでみたいな、まずこの株1個なわけないやん飯が、まあ、な、うん、でそのまま行くなよみたいな、ほんでその株を半分パッて開けたら、うん、中カツ丼とか、そうやったそうやった、中カレーとか、そう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 、でスネ夫は絶対ステーキやね、うん、静香ちゃんはスパゲッティで、うん、のび太はハンバーグで、うんうんうん、でハンバーグとかグラタンとかのび太は、はいはい、でドラえもんがパラッと開けたらドラ焼き3つ入ってんねん、あめっちゃええやんって、そうやったそうやったそんなんやった、めっちゃワクワクせえへん。でドラえもんの道具って、うん、どうやってるか知ってる、どうやって手に入れてるか知ってる、ドラえもん自体なんかそのドラえもんが買ってんねん、そうそう買ってんねんあれ、うん、ドラえもんが仕入れてんねん、うん、未来デパートで、うんうん、これ使うんか使いそうやなって、うんうん、これあったら便利そうやなみたいなのを買ってるわけやんか、うんうん、ドラえもんの映画ってな、うん、お前それ今しか使わんやんみたいな道具めっちゃ出てくんねん、そんなんやったっけ、お前それもう絶対今しか使えへんやんみたいな、これ用の道具もうこのタイミング用の道具やんみたいな、うんうんうん、とか、ね、めっちゃあんのよそういうのが。だからその原始人、原始時代行って、うんうん、原始時代やからっていう理由で、うんうん、原始人の括弧の道具とかあるのよ、うんうん、原始人セットみたいな、うんうんうん、いらんやんそんな賞味いや、まあまあ、普通の服でええやん、まあ、普通の服でええやん、それはそれは、うん、でも雰囲気出すように原始人の括弧、うんうん、ほんでその原始人セットの服も、うん、昔原始時代ってめっちゃ寒いから、うんうん、服はもう うん、こんなほぼ出てる腰巻きだけとかやから男は、うん、はこれだけで全身をちょうどいい温度に保てるっていう機能がついてるとか、うん、はい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 、めっちゃ都合ええやん、まあ、だからその雰囲気を味わうためのまあコスプレやんか、そう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 、コスプレにその装置ついてるみたいな、装置ついてるみたいな、なんぼやねんって話やねん、そうそう、でそういうのがあって、うん、でまあなんかまあかいつまんで言うと原始人の男の子と出会って、うん、男の子よう出会うねんドラえもんの映画、それはいい、きっかけがないと始まらへんから男の子と出会って、うん、その男の子出会ってというか男の子がまずあれやねん、あの時間気流みたいな時空のなんか乱れみたいなのに吸い込まれて、うん、
タイムスリップして、うん、のび太らの時代に来るのよ。また別件よね。別件、ま、全く関係ないところが来てる。関係ないところが来てるね、はいはい、別件やね、うん、でのび太らはそのなんかもやじゃん、それはプラチッポでそれでその家出が終わって家戻ってきて、うん、からその原始人の男の子は戻るのよ現代に、うん、ほんであの治療してあげてどっから来たかってなったら、うん、家出してた原始時代の日本やってんけど、のび太らおったんは、うん、中国大陸におった子やってなって、それを届けに行ったらなんかギガゾンビっていう悪いやつがおって、その男の子の村の人たちはみんな捕まってなんか奴隷みたいに働かされてるみたいな。それって新しい方も違う。一緒一緒一緒。ほんでそのギガゾンビをみんなでやっつけようっていう話。なるほど。でも単純に面白いこれは。で一番最後これ俺の勝手な意見で、うんうん、あの最後ギガゾンビやっつけて、うん、もう追っ手がこうへんように日本列島の方にその男の子ククルって言うんだけど、うん、ククルの家族とか一族をみんな日本列島の方に連れていくねん、うん、ってなったら、うん、ククルたちが日本人の最初の先祖ってことになるのよ。まあそういうことになるわね。だからドラえもんたちが、うん、あれククルたちを連れてこうへんかったら、うん、日本人は存在せえへんくなってたんちゃうかっていう、まあ、そのドラえもんオチにしてんのよ。はい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 、はい、だからククルたちからしたら、うん、ドラえもんとかは神様とかっていう風にずっと語り継いでいってるっていうことなんだよね。なるほどね。そう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 、日本誕生っていうのはそういうこと、日本誕生っていうのはそういうことやね。うーん、ククルとかを最後連れてきたから、だからドラえもんがそうしたことによって日本が誕生したというところで、そういうことで、タイムパトロールの人らが来てドラえもん捕まって今牢屋やったっけ。じゃあタイムパトロールの人たちはほんまに来るし、うん、まあ来るな、あの、うん、来るな、確かにあのペガサスとか作るよ、うん、あのもか連れて帰られる。そう、あれ違法やったドラえもんもやってること違法やけどな、あれ違法やって言われて、うん、ペガサスたちは、うん、ペットのペガサスたちは連れて行かれる。あの子らだけなの連れて行かれるのは。あの子らだけ。ドラえもん何のあれもないんやろ。何もやってない。証拠ないから。そう、あの、あんなんもあんなんも現行犯じゃないと捕まらへんから。せこないめちゃくちゃせこない、まあまあ、そんなそういう感じですね。日本誕生と、うん、アニマルプラネット。アニマルプラネット、はい、4位3位、はい、これはまだ見てない人は絶対見てください。わかりました。すいません、ちょっと熱くなっちゃいました。いえいえ、全然大丈夫ですよ。ちなみにちょっと時点だけ教えてもらっていいですか。5位。5位、はい、5位は、はい、鉄人兵団。あー、最優秀。鉄人兵団ね。鉄人兵団はもう最後、もうあれみんな泣くから。鉄人兵団多分見たことないんだから。鉄人兵団見古い方にしてあげ。え、古い方。古い方、うん、古い方がいい。古い方が多分俺はおすすめ。ああ。息子と一緒に見ても楽しめる。息子にマジで日本誕生とか古い方のドラえもん見せてあげてほしい。古い方はな、俺も見せてあげた。その5位ちょっと言わしてしまいましたけども、うん、じゃあその1位ではなかったということですね。鉄人兵団はほんまにギリギリよ。いい話やのに1位じゃないっていう。そう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 、いや悲しすぎる。そうない。じゃあそれをもう要はしのいで1位と2位になった。で俺の思い出もあるからな、子供の頃熱中してたっていうのもあるから、はいはいはい、じゃあ次回、はい、待望の2位と1位、はい、ランキング何が入ってるのか、はい、じゃあ次回やりたいと思います、はい、本日は、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。